んにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。今回は関ヶ原の合戦で東軍の真っ只中を突っ切っていく、敵中突破なんて超離れ技で戦場を離脱した義弘が、両国に無事帰還を果たすまでの苦難に満ち満ちた逃走劇を語ってくれるのよね。ああ、今回は導入はすっ飛ばしてすぐ本編スタートといくけど、ボロボロになった義弘一行は、9月15日の夜に駒野に到着するんだが、義弘たちは平坦な伊勢街道をそのまま南下するんじゃなくて、山中に入る駒野坂を越えるルートを選ぶんだ。そういやこの時の義弘に付き従ってた人数ってどれくらいいたわけ？駒野峠を越える前に義弘一行は現地住民に50人分のまかないを頼んでいて、そこから単純に類推すれば、50人くらいだったことになるけどな。他が全員戦死したわけじゃなくて、脱落したり捕虜になったのも多いんでしょうけど、1500人のうち 3% しか残ってないなんてやっぱ壮絶すぎる撤退戦だったのね。ちなみに義弘は駒野坂を登るときに兵たちの体力消耗を気遣って、具足を脱ぎ捨てるよう2度も命じたんだが、誰もそれに応じなかったんで、義弘自身が具足を脱ぎ捨てようとしたところ、道具持ちの足軽だった横山久内が、主君の甲冑を野に捨てるのは忍びない。恐れ多いことながら配慮を願いたい、これを着て死生存亡を共にいたしたいと言ったんで、義弘がこれを許すという場面もあったんだな。足軽の横山にしてみれば大名が着用する立派な鎧を自分が着られるなんてこの上ない名誉だったでしょうし、我が身に変えてもご主君をお守りするんだって決心を改めてがきっと固めたでしょうね。身軽になった義弘は花色の木綿カッパを着て、出家していたにもかかわらずまだ頭がツルッツルじゃなかったのか。同じ色の木綿の手拭いで髪を包んで装いを新たにし、峠の上かそこを降りた麓で一夜を過ごし、こうして義弘たちにとって本当に長い9月15日の一日がようやく終わったんだな。これまでの66年の人生の中でピンチは数えきれないほどあったでしょうけど、関ヶ原は密度がとびっきり濃すぎる、死んでも忘れない一日になったでしょうね。翌日16日の仏曜に義弘は夏香正家が親切につけてくれた道案内の兵に礼を述べて返し、ここから先は自分たちだけで進むことになって、最終的には大阪を目指すんだけど、実は義弘一行がどのルートを辿ったのかについては諸説あって、未だに確定はしてなくてな。へえ、どんな経路が考えられるわけ？一般的には高宮を経由して近江東部を南に下っていったとされているんだけど、この時の義弘にお供した者たちの覚書には、当該ルートを辿ったという記述がなくて、代わりに共通して伊勢路を南下したと書かれていて、そこから伊勢、伊賀を経由して近江に入ったと記しているものもあるから、最近じゃこのルートを使って山城の山間部か大和を通過し、摂津にまで到達したって説も出てるぜ。第二ルートの方が遠回りになるけど、どっちにしても白昼堂々とずんずん進んでいくわけにもいかないし、困難な路地になったのは間違いないわね。まあな、ここで逃走中の義弘たちが出くわした数々の苦難についての話をば。さっきもちょっと話した、駒野峠を越える前に村人にまかないを頼んだという話の続きになるんだけど、京都で数年暮らして薩摩訛りがなく、不審がられないだろうという理由で調査彦左衛門なる者を近くの村に入らせて、村人たちはまかないを案外心よく OK してくれたんだが、実はその裏では義弘たちを討ち取る相談をしていて、それを察知した調査は村から出て先行した義弘に合流しようとするんだが、村人に気づかれてしまい、調査自身は無事に逃げおおせたものの同行していた重卒5人は村人に撲殺されてしまったんだ。義弘は逃避行早々から命の危険に遭う寸前だったわけね。調査彦左衛門はまた翌日にも途中の村で食料調達に出かけて、自分たちは徳川方のもので石田方の残党を探していると身分を偽り、腹が減ったんで粥を用意してくれと頼み村人は承知してくれたんだが、その間義弘の存在がバレないように、大事な主君を中ごつみの中に隠したり、粥が出来上がってからも義弘を座敷じゃなくて土間の隅に座らせたりと、まるで下っ端の従者みたいに扱って、調査彦左衛門は天を許してくださいって心の中で平謝りしたんだな。敬愛する主君を守るためとはいえ、ゴミみたいに粗末に扱わざるを得なくて家臣たちはさぞ心苦しかったでしょうね。他にも途中で言うこと聞かないならぶっ殺すと脅迫し、道案内役として雇った男と境まで同行した際に、義弘の身元を隠すために庶民が着るような古い木綿の道服に破れすげ傘をかぶせるという、下人みたいないでたちに変装させ、食事の時も雑穀を食べさせたりひどい時はご飯抜きの場合もあって、長い路地を馬にも乗せられずに徒歩で山や坂を越えなきゃならなかったって、調査彦左衛門は回想してるな。どこで足がついて身元がバレるかわかんないから、徹底的に義弘の存在を秘匿する必要があったってわけで、70歳に迫るおじいちゃんの義弘も当然めっちゃしんどかったでしょうけど、家臣たちの苦労も並大抵じゃないわね。この他に義弘主従を待ち受けていたアクシデントとして定番イベントというべき落ち武者狩りがあり、逃走を始めてから3日目の9月17日に義弘たちは東軍に属していた筒井貞次領の伊賀上野に入るんだが、
そこを通過しようとした時現地民4、500人が熊で槍、弓や鉄砲でガチ武装して、険しい坂の細道に待ち伏せしていたんだな。げ、10倍の数の地元民が武器を持って当然墓してたらそこを抜けるなんて無理ぽじゃないの。だが義弘はそれを見て一人も生きて返すなと命令し、50人余りが一斉に抜刀して村民たちに切りかかり、二人を生け捕って首5つを取る戦果を挙げて、村人を退散させたんだ。獲物を見つけて舌なめずりしてるヒャッカーな奴ら相手に、何の小細工もなく真正面から殴りかかる。命の価値がミジンコより軽い島津武士の面目や駆除だわね。まあそんなバーサーカーだから敵中突破なんて無法な戦術を平気でやれたんだろうけどな。で、義弘たちは上野に引き返し、城の大手門に討ち取った地元民の首をかけて、生け捕りにした二人は柵に縛り付けた後、再び道を急いで近江信楽に入るんだが、そんなあからさまな挑発行為をわざわざやって相手を刺激する必要はないでしょ。信楽では現地民とトラブルになりながら、家臣たちに命じて道案内役を探すためにとある家に強引に押し入り、金子のサービスを餌に泉までの道案内を頼んだんだけど、その家の亭主にさっさと帰れと追い出されてしまったんで、家臣たちは手荒な真似に出るのもやむなしと、入り口の豆腐に倒して亭主を縛り上げてしまうんだ。いやそれってそこらの強盗風情とやってることが変わんないじゃないのよ。しかし亭主が騒いだので家臣たちは刀を首に当てて騒いだら首を跳ねると脅したんだけど、寝ていた亭主の妻が騒ぎに気づいてでかい声で叫び、それを聞いて隣家の者もこの狼藉者がと吠えたんで、収拾がつかなくなった家臣たちは手段なんか選んじゃいられんと妻と隣人をバッサリやってしまい、騒動に気づいて背後から鉄砲をバンバン撃ってくる村民たちと小競り合いになりながら、縛り上げた亭主を連行してそのまま道案内役にしてしまったんだな。凶悪犯罪のトリプルクラウンを見事に達成して、義弘ご一行は完全無欠のお尋ね者になっちゃったわ。こんな感じで義弘たちの道中は危険がうようよだったんだが、ここでちょっと話を変えて、軒口での最中に義弘とはぐれてしまったその他の家臣たちの運命について語るぜ。そういや、ニーロヨアネやイリキイン・シゲトキとかの重心クラスも、乱戦でいつの間にか脱落しちゃってたのよね。そのニーロヨアンの核には途中脱落者は300人にも上ったと書いてあるんだが、ヨアネや本田助の城は義弘たちとなんとか合流しようと、近江経由で9月18日に京都に入り鞍馬に潜伏するんだが、翌日に家康側近で庄内の乱の和睦仲介で活躍した山口直友に捕まってしまうんだけど、ヨアンと助之丞はこの後徳川方に義弘の罪なきことを訴えながら、京都と薩摩の間を往復して、島津と家康との和睦に奔走することになるんだ。捕まっちゃったのは不幸だけど、それが家康側との外交チャンネル確保には役立ったのね。ニーロヨアンみたいに捕虜になった人間は結構多かったんだけど、そのほとんどは後に無事帰国できたんだが、中には非業の最後を遂げてしまった者もいて、義久義弘のいとこ島津持久の次男という有力一門衆の入木院重時は、途中まで一緒だったニーロヨアンたちと別行動を取るも、9月23日に大見港地のあたりで東軍に囲まれてしまい、手勢34人もろとも討ち取られてしまうんだ。あやや、お供が多かったから単独行動したのかもしんないけど、それが裏目に出たのかしらね。ここで話を義弘の動向に戻すと、一行は詳しい経路や道中何があったのかはよくわからないけど、近江信楽から南山城、河内を抜けて9月20日に摂津住吉に入るんだ。なんで義弘たちはそこに向かったわけ？本当ならただ常の嫁亀寿や、自分の妻最小が人質として入ってる大阪城に向かいたかったんだろうけど、情報が全く入ってこないしすでに東軍側に占領されている可能性を考えて、とりあえず住吉にいる旧知の商人で、田辺三菱製薬の創業者と言われる田辺や同僚を訪ねて情報収集しようとしたみたいだぜ。なるほどね。住吉に入った義弘はまずある秋寺を見つけてそこに身を潜め、大阪に長者を放って情報収集に勤しんでたんだが、その長者が帰ってきて亀寿も最小も無事であると報告したんで、義弘は大阪に向かうことを決心するんだ。大事な亀寿と最小たちをほったらかして自分たちだけが帰国することはできないってわけで、危険を承知で彼女たちを奪還しようとしたわけね。その際大人数で城に忍び込むのはむずいんで、義弘はひとまずごく少数の家臣と共に田辺や同僚のところに向かい、そこで人質脱出の方法を考えることにし、残りの家臣は大阪に向かってそこで待機という手はずになるんだが、田辺や同僚は関ヶ原で戦死したという噂を聞いていた義弘の無事を知って、これは夢でも見てるんじゃないかと大喜びしたらしいぜ。現代だって非常事態の時の安否確認なんてむずいし、ましてや情報入手手段が限られてる近代以前じゃ、思いがけなく再会できた時の嬉しさは筆舌に尽くしがたかったでしょうね。で、二人は大阪行きや帰国するための船の手配について相談し、同僚は親友の堺の商人塩山五右衛門を紹介して、彼が所有する船で移動すればよいと提案し、義弘はそれに従って堺に向かうことになるんだが、
いざ境に入ってみるとそこはもう東軍の支配下に置かれていて、厳しい落ち武者狩りも行われている状況で、義弘たちは孫右衛門宅の土蔵に潜み、食べ物として湯漬けと香のものが運ばれても手をつけなかったんだ。敵中突破を平然とやってのけた全身コレタンな義弘も、さすがにガッチガチに緊張してたのか、それとも塩山孫右衛門が東軍に通じてる可能性も考えて警戒してたのかしらね。実際義弘は面識がなかった彼の心中を測りかねていたんだが、疑われていることを知った孫右衛門は、3歳くらいの幼い孫を義弘の膝の上に乗せて、なんなら人質に差し上げますから全くご懸念には及びませんと言ったんで、これで義弘はやっと安心したという話もあるぜ。ちっちゃい子供とにゃんちゃんは人の心を開かせる最強兵器だわね。そしてここから義弘はついに大阪城にいる亀樹たちの奪還作戦を試みることになるんだが、この時大阪城は西軍総大将の毛利輝元が、家康との和睦に心揺れながらもまだ西の丸に残っていて、おかげで城は未だ西軍の影響力下にあり、城門の通行は手形がないとダメになっていて、特に人質が城外に出るには、毛利輝元か本丸を預かってる真下長森が発給の権限を持つ、押し手形なるものがなければ許可されない状況になっててな。そりゃ大事な人質を簡単に外に出したら、お城の危機管理体制はどうなってんのよって話になるしねー。義弘は孫右衛門が手配してくれた船に乗り込んで大阪に向かうんだが、亀樹に付き添っていた老中平田正宗や吉田清隆、相良長安たちに密使を送って自分の生存を伝えるとともに、一同相談して亀樹の城外脱出計画を練ることにし、関ヶ原で戦死した島津豊久の夫人が、手形なしで城外に出られたという情報をキャッチしたことで、まず亀樹たちを変装させる手段を計画するんだ。古典的な手口だけどとりあえずチャレンジしてみるしかないわよね。ただいきなり亀樹ご本人を変装させて、ぶっつけ本番で実行するわけにもいかないんで、予行演習ということでお月の北条時広の娘を大名の姫に偽装させ、侍女と近銃をつけて城門を通過させてみたんだが、やはり警護は固く、門番に怪しまれて城内に追い返されてしまいあっさり失敗に終わってしまうんだ。まあドラマや漫画みたいにはそうそううまくはいきませんわよね。変装大作戦が成功する見込みは薄いと分かった一同は次の策を練り、敬愛する義弘が秀頼公のために討ち死にし、人質たちは生きる望みを失ってしまったんで、かわいそうだと思うなら帰国許可を出してくださいと嘆願する。相手の情に訴える作戦に出るんだ。なんか早くも万策尽きてダメ元な直球勝負に出てきた感があるけど、こんなのがうまくいくわけが。だが交渉人に選ばれた千秋坊という奉公時の学僧が奉行所に赴き、涙を流して亀樹の帰国を訴える迫真の演技を見せ、城にほだされた奉行が許可を出したって話でな。信やぼに泣き落としなんて特性が実装されたら所持の第一候補になるんでしょうけど、本当にこんな方法で手形を発給してくれたの？まあな、これには異説もあって千秋坊が人質の帰国許可を嘆願しても何の返事もなくて、このままおめおめと引き下がれるかと千秋坊が飯も食わず一日中城に詰めて圧をかけたところ、それに奉行が根負けしたのか、義弘夫人の最小の手形だけが発給されたという話で、こっちの方がまだしも事実に近い感じがするけどな。でも肝心の亀樹の外出許可が下りなかったら意味ないんじゃないの？だが計画実行にあたっては手形一通のゲットで十分で、亀樹を最小の侍女に変装させて城外に連れ出し、亀樹の代わりを城内に置いておけば OK という算段だったからな。でも身代わりとして置いてけぼりにされる人はバレたら殺される危険性が高いわよね。その大役を任せられたのは亀樹付きの家臣太田忠秀の娘を待つで、当然彼女一人だけを残すわけにはいかず、老中平田正宗の呼びかけに応えて、軒口で義弘の避難を救い、この時なぜか大阪城内にいた山田有長が残留を表明し、こうして脱出の手はずを万端整えることができたんだな。その話が本当だとしたら山田有長はまさに中心の鏡で、義弘も亀樹も彼に足を向けて寝られないわね。そして計画は実行されて、9月22日に亀樹と最小は無事城外への脱出に成功し、境を出港していた義弘と兵庫川口で合流することができたんだが、この時なぜか日向高鍋三万石の領主だった。秋月種長の夫人も同行しているんだけど、領地がご近所さん同士の吉見で一緒に連れ出したのかもな。思わぬおまけもついてきたけど、最大のミッションをクリアできて一安心だわね。亀樹たちとの再会を果たした義弘は喜びもひとしおだったんだが、船が西宮にまで進んだ時にさらに幸運なことに、関ヶ原前日の大津城攻略戦で武功を立てるも本戦には間に合わず、敗北を聞いて一旦大阪城に入り、毛利輝元に籠城を進言するも入れられずに帰国を決意した、立花宗茂が乗った船とも合流できてな。へえ、めっちゃ義理がたくて島津とため晴れる戦闘マシーン立花宗茂が一緒なら、こんな心強いことはないわね。義弘と立花宗茂は慶長の駅での最後の大海戦になった路陽海戦にともに参加して奮闘し、
関ヶ原でも同じ西軍に所属していた関係で親交を深めていたようで、両国に帰還して東軍に降伏した宗茂は、義弘の斜面に体を張る勢いで尽力することを表明するから、個人的にも義弘に失縮してたっぽいな。前回で話した井直政もそうだったけど、義弘って男を惚れさせる魅力を持った高官だわよね。ともかく義弘は宗茂と西宮から海路再開し、出港から5日目に周防十ヶ止まりに停泊した時に、宗茂が義弘の船を表敬訪問して、32歳も年齢が離れた二人は死地を逃れた幸運から落雷すること数行。過去話に断じた後再会を期して別れたって話も伝わってるぜ。年の差を超えた二人の友情にほっこりするけど、立花宗茂にとっても関ヶ原合戦からの逃避行は、義弘に負けず劣らず苦難に満ちてたんだわね。義弘は宗茂の船と伊予灘で別れた後、中ヶ細島を目指して航行を続けていたんだが、文豪期に差し掛かって国崎半島の沿海を進んでいた時に最後の大ピンチが訪れて、関ヶ原のどさくさに紛れて北部九州を接見していた黒田助水の水軍とばったり遭遇して、なし崩し的に海戦に突入してしまうんだな。お約束の展開でそう簡単に両国には返してくれなかったわけね。黒田助水は国崎半島一帯の海域に番船を配置して海上警護に当たらせ、上方からの敵側の飛脚船の打砲を命じてたんだが、義弘たちを乗せていた船団、これは最低4艘で構成されてたようなんだけど、そのうちの友船3艘が義弘や亀寿たちの乗船している御座船を闇夜で見失ってしまい、沿岸にかがり火が見えたんで、友船はそれを義弘の御座船だと勘違いして近づいていくも、実はそのかがり火は黒田型の海上警護船のものだったというオチでな。あやや、自分から敵がかけた網の中に飛び込んでいっちゃったのね。夜が明け始めて友船は御座船じゃなくて陸地に接近していることにようやく気づき、慌てて離れようとするも、海賊衆として有名な野島村上衆によって率いられた黒田水軍に、不審船としてマークされて猛追を受け、鉄砲の応酬になった後その銃声を聞きつけて、沿岸から黒田型の番船が続々火星に来てしまい、敵船を振り切れないと悟った島津船は戦闘の意志を固め、こうして島津型の2艘 VS 黒田型の番船12艘による森江沖海戦がスタートするんだ。うが、6倍の戦数差の上に海戦のプロが率いてる黒田水軍とガチにやり合う時点でもう罪じゃないの。ちなみに島津の船がなんで3艘から2艘に減っているのか疑問に思った視聴者さんもいるかもだけど、島津側の資料には実際に戦闘に参加したのは2艘と書いてあって、ここからもう1艘は義弘の妻最小が乗っていた御座船で、残りの2艘は最小の船を安全に離脱させるためにあえて踏みとどまって、黒田水軍と戦ったんじゃないかって推測もあるけどな。でもそうなると義弘は妻を差し置いて亀寿の方を自分の船に乗船させてたってわけで、亀寿の存在がどんだけ島津家にとって大事だったのかがわかるわね。で船の大きさの方は島津船の方が上だったんで、弓鉄砲や接近戦での槍の付き合いで敵勢を一度は押し返すものの、黒田水軍を率いる野島州の海賊州としての意地とプライドをかけた巧妙な戦術によるサイドの攻撃を受け、火攻めにもあって船が炎上してしまったので、深手を負った戦勝の伊集院久友や有川貞治はもはやこれまでと切腹し、宇野下国から猿の中国まで10時間近く続き、高戦域も姫島の南から佐賀の関までの南北50キロ以上の広域にわたって繰り広げられた海戦は収束したんだ。あともうちょっとで故郷に帰られたのに悲劇的な最後を迎えちゃったわね。こうした犠牲を伴いながらも、9月29日に義弘一行は苦難の連続の末に日向細島に上陸することができ、9月30日に高鍋に入って同行していた秋月種長夫人を返還すると、翌日10月1日には、関ヶ原で討ち死にした豊久の弟島津忠直に迎えられて佐渡原城に入城するんだ。いやー、ここまで来ればさすがにもう大丈夫だわよね。ほんとご苦労様でしたわ。ところがそうは問屋が下ろさなくて、その一昨日の9月29日には関ヶ原後に東軍側に通じていた、帯の大名伊藤助武の重臣稲津重政が、西軍方の留守次郎秋津狙いよろしく攻略しようと旬動し、日向宮崎城を占領して島津領も伺う勢いで、豊久戦死で当主不在の危機にあった佐渡原城には、義久の命令で豊久の叔父樺山忠助が援軍として詰めている物騒な状況だったんだ。ここまで散々苦労したんだからこれ以上のバッドイベントはいい加減にしてほしいわ。義弘は念のために亀寿と最小たちには別行動を取らせることにしたんだが、同時に大阪で人質になっていて一緒に連れ出していた豊久の姉を佐渡原で返還し、豊久の母や夫人とも相彼の戦死を知らせて慰めの言葉をかけ、お互い悲しみで涙を拭ったそうだぜ。一旦戦場に出た以上は家族も覚悟してたでしょうけど、義弘本人から伊沢討ち死にの報告を受けて、さすがに平静じゃいられなかったんでしょうね。で、樺山忠助は伊藤に組みした一騎勢力に道を塞がれる危険があるから、早々にここを立たれて援軍をよこしてほしいと義弘に忠告し、
それに従ってその日のうちに佐土原を出立することにしたんだが、これを聞いた豊久の母が、中傷見捨ててまでお戻りになられたのに、今度はここをさっさと見捨てるのかと愚痴って、兄の樺山忠助にたしなめられるという一幕もあってな。豊久の死に責任感じてるならせめてここに留まって城を守ってくれればいいのに、あっさり佐土原を断つ義弘の行動が、白状に思えちゃったのかしらね。まあ長乱戦の中の脱出劇で仕方なかったとはいえ、豊久の遺品も何一つ持ってこれなかったわけだし、恨み事の一つも言いたくなる母親の気持ちもわかるけどな。そして佐土原を急ぎ立った義弘一行は伊東勢の襲撃を避けるために内陸の八代、大久保ルートを進み、10月3日についに兄義久の居城富の熊城に到着し、関ヶ原での敵中突破から19日目で、念願の故国に帰り着いたわけなんだな。ここで本当に義弘の千数百キロを走破したウルトラ逃避攻撃はようやく終わったんだわね。そういや最終的に義弘に付き従ってた家臣は何人だったの？それについてはわずか39人だったという記録があるんだけど、彼らは後に義弘から忠誠を称されて、家像を受けたメンバーで、道具持ちや老頭は含まれていないようだから実数はもっと多かっただろうな。それにしたって多分100人にも達してはないわよね。やっぱボロボロの末の帰還劇だわ。そういや義弘は義久とは久々のご対面ってことになるわよね。二人は一体何を話したのかしら？兄弟が対面するのは1年8ヶ月ぶりになるんだけど、義弘の伝記資料には義久は弟の帰国を大喜びして、大軍の包囲を突破して生還しただけじゃなく、亀十以下の人質も見事連れ帰ってきたのは、凡庸な性能を呼ぶところではないと、その遊武地方をベタ褒めしたって書いてあるぜ。でもろくに軍勢を送ってこなかった義久に今更そんなこと言われても白々しさが拭えませんわね。まあな、これとは別に義久の伝記資料には麻薬のことが書かれていて、義久は弟の帰国を祝うこともなく、むすっとした様子で言うには、聞くところによるとそなたと家康は互いに生死を交わして固く盟約したというのに、この度石田三成の暴挙に組みしたのは一行両舌、二枚舌の見本みたいなもんで武士として恥ずかしいと、ボロクソに叱責したってあるぜ。何度も命の危険にさらされながらようやく両国に帰還した弟にそんな罵倒を浴びせるなんてちょっと鬼畜しようすぎやしない？ただこの二つの相反する発言はどちらも公正の編纂資料が失点だから、どこまでが事実なのかは謎だけど、後者の発言はその時の義久の心中をある程度反映しているとは思うな。いっそ義弘が死んでくれた方が良かったとまで義久が考えてたらマジモンの畜生だけど、そこまでいかなくても西軍に加担したという厳然たる事実ができちゃった以上、それが島津家を苦しい立場に追いやるのは明々白々なわけで、亀十を連れ帰ってきてくれた恩はあるにしても、それをおっぴらに褒めるわけにもいかなくて、当主としての手前上ボコボコになじったのかしらね。そんなところだろうな。ただ義弘もそりゃ自分の行動が結果的にお家の苦境を招いたのは自覚してるにしても、何度も何度も国元に加勢を要請したのにそれをことごとく黙殺されて捨て殺しにされたわけだし、当時の上方の政治状況で、あんたの最愛の娘亀寿ちゃんを守るために他にどんな手段があったんだよって、内心じゃ思ってただろうけどな。でもあくまで兄を立てる緊直な義弘にしてみれば、そんなことは口が裂けても言えなかったでしょうね。それはともかく帰国から約1週間後の10月9日に義弘は、自分にずっと付き従ってくれた山田有長たち39名の家臣に、その比類ない忠誠に報いるために身分に応じて10国から200国の加増を約束するんだが、島津家にとっての関ヶ原はまだまだ終わらず、家康との和睦交渉というお家の命運がかかった。困難な作業が待ち受けるんだな。前回の関ヶ原での敵中突破から始まった壮絶すぎる島津の木口はここで完結を見たわけだけど、たくさんの犠牲者を出したにしてもマジで奇跡としか言いようがないだわね、語彙力。そうだな、これは有名な逸話だけど中万大蔵、彼は関ヶ原の合戦に国元からおっとり刀で馳せ参じようとし、うっかり船に乗り遅れてしまったんで、陸路を駆け出して用費に次ぎそのまま関ヶ原までの、千数百キロを走破した号のものでな。マラソン選手になったらオリンピックでぶっちぎりで金メダルを取りそうな超快速ランナーだわね。そして合戦から2、30年が経ち、戦場経験がない若手衆が中万大蔵から関ヶ原の合戦端を直に聞こうとしたんだが、お互い意味を正し合って座った後、いざ大蔵が関ヶ原と申すわと話を切り出したものの、彼の目からみるみる涙が溢れて止まらなくなり、そこから先は一言も喋ることができなくなってしまったんだが、若手衆たちはその帰路で関ヶ原の話はこれまで何度も聞いたけど、そのどれよりも優れていたと語り合ったそうだぜ。言葉で言い表せないほどの過酷で、生還できたのが信じがたい離脱劇だったことを察したってわけだわね。まあ多分に幸運に恵まれた感はあるけど、それを言ったらどんな成功事例だって運の要素は絶対付きまとうわけだし。関ヶ原本戦に参加した島津軍はたった1500人だったけど、そのうちの大部分が義弘直属の将兵か、
または義弘を個人的に慕う者たちで構成される主従の中隊が強固な部隊だったから、少数とは言っても士気と忠誠心は並じゃなかったろうし、それが家臣たちの自己犠牲を厭わない熱烈な方向を引き出したんだろうな。そうなると大軍勢じゃない少数精鋭だったことが逆に幸いしたってわけかしらね。あと義弘本人も関ヶ原での敵中突破の最中に、再三死を覚悟したことはあったけど、その後は生きて故国の地を踏むために、どんな苦労にも耐え続けた強固な意志力とバイタリティも、称賛されていいんじゃないか。それ以外に田辺や同様みたいな髪型ネットワークを持ってたことも大きかったわね。そうだな、他にも表に出ないだけで義弘一行を手助けした人的ネットワークがまだあったのかもな。でも一方で義弘ご一行様って途中で住居を仕入り、脅迫、殺人、誘拐って言った、約万級の凶悪犯罪もやらかしてますわよね。それは確かに同意なんだけど、忠誠の民衆は決して無力な存在じゃなく下手すや武士よりも狡猾で凶悪だし、半分リアル北斗の拳的な自力救済社会の戦国で落ち武者狩りの標的になり、やるかやられるかの瀬戸際に立たされている義弘主従からしてみれば、仕方のない部分もあったとは思うけどな。そういう話を聞くと戦国時代にはやっぱ死んでも異世界転生したくないって心の底から思いますわ。こんなところで今回は終わりにするけど、次回は義弘生還の干渉に浸る間もなく関ヶ原の合戦の後始末で、島津家が徳川家康との手練手管を尽くした和睦交渉をスタートさせる話に入っていくぜ。このシリーズもだんだんクライマックスに近づいてきてるけど、島津家の波乱はまだまだ続きそうだわね。楽しみにしてるわ。それじゃあ皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。